4月20日いよいよ星家のゼンマイ織りシーズンがスタートしました。初日1日目です。ゼンマイ偵察上がりながら体は作ってきましたが、実際に織るのが今日初日なので安全に行きたいと思います。一足先に行った高市さんの収穫したゼンマイがここに置いてあります。さて、では私もここからスタートしていきたいと思います。1箇所目、ゼンマイちゃん伸びてます、ね、ここから太さ選別しながら織り始めていきたいと思います。では今年一番織り行かせていただきたいと思います。私も自然の恵みをありがとうございます。出がかりのゼンマイちゃん、黄金の綿をかぶってます。そしてこの景色、このゼンマイとカタクリとこの青空新緑のコラボ、ね、ゼンマイ織りが始まったという景色ですが、私の大好きな景色です。オスメスたくさんいる株です、ね、メスが 1,2,3,4,5,6,6 本なので、で太さも見ながら、この6本の株は3本ですね。3本取っていきましょう。でここから、星家流ですが、取った後にすぐこの綿と先のね、この部分を取っていきます。また後選別もするんですが、これを取っておくと、ね、山菜なので足が速い、硬くなるのを抑えていきます。天前も1株から5本なら2本、3本なら1本、ね、全部取らないようにして収穫していきます。ゼンマイ取りあるある、ね、出る場所を分かって登ってきて、まだ取れるほどの大きさじゃないとき、せっかく登ってきたのにってなるんですが、ね、1本でも取れれば収穫です。道という道はありません。通ったところが道になります。下りは木が生えている方向に降りていくので比較的楽ですが、上りはね、生えている方向に逆らっていくので結構大変です。立派なゼンマイちゃんを発見しました。私の指と比較してもなかなか映像だとね、わからないんですが、音を聞いてください。バキッと、ね、太いゼンマイほどバキッっていう音がします。ゼンマイ織りの由来ですね。織る、立派です。足場はこれだけ急です。もう急なところにいるんですね、ゼンマイちゃん。本当に大自然の力強い山菜の代表格ですね。これもゼンマイ織りのあるあるです、ね、斜面の上の方にはまだ雪があって、下に流れて落ちてくる、でそれが沢に落ちてくるんだね。下流にいるときは注意が必要です。雪の上が
天然クーラーで今日みたいに暑い日はすごく気持ちがいいです、ね、雪の上歩くときも沢音聞きながら注意が必要です、ね、皆さんこの私のブート姿ね、今取ってきたゼンマイはこういう風に両脇に入ってます。さて折り返し今度登ってきます。1箇所目終了です、ね、出手が早いところから取ったとはいえ、ね、まだまだ本格的なシーズンじゃないので、まあ、1キロぐらいかな。さあ2箇所目に行きたいと思います。一つ一つの作業を思い出しながら1箇所目ゼンマイ降りしましたが、足つまずいたり、金足木の上で滑らせたり、ね、ブートからゼンマイを落としたり、まあ初日あるあるがたくさんありますが、やっぱりすぐ息上がっちゃってゆっくりにしか動けないけど、一歩一歩安全にね、確実に作業を進めています、ね、今この山道も現役の時走ってたぐらいの斜度ですが、もう今ね普段歩くよりもゆっくりぐらいのペースじゃないと歩けない。いや、それぐらいゼンマイ降りの体力消耗は激しいですね。2箇所目偵察を兼ねてここから入ってきたいと思います。まだ雪が残ってます。さて早いところが出てるか、それともまだ時期が早いか。前よりの偵察できた3箇所目ね、まだ雪が残ってます。この前はこの上から状況を見たんですが、今日はちょっと下からね上がってきてみました。まだまだ雪です ね、上にある残ってる雪に気をつけながら対岸側に行ってみたいと思います、ね、この前偵察に来た時に頭出たばっかりだったゼンマイ、ちょうど収穫頃ですね。ここから上がっていって、あの時一番成長してたゼンマイは、ね、カモシカさんがいただいたようです、今日予定していた2箇所目はまだねこの前の雪も半分以上残ってたんで、始まってなかったですということで、まあ、今日は2箇所目はまた偵察のみということで、途中に置いてきたゼンマイを回収しながら降りたいと思います。置いてきたゼンマイを回収していきますが、これがゼンマイを入れるタスって言われるビニール紐で編んだカゴバッグになりますという感じです。いわゆる荷物紐ですね。これがね、代々星家に使われてきてる紐です。いきます。取ってきたゼンマイを根元に入れていきます。
まあ、シーズン始めなんでまだ少ないですが、これぐらいね、最盛期にはこの袋いっぱいになります。まだ背負って降りる荷物としては寂しいですが、まあ、初日はこれぐらいで、ね、体を慣らしていきたい。これを背負っていきたいと思います。こんな感じです、ね、なんか抱っこ紐みたいな感じですが、昔ながらの押し毛スタイルです、ね、荷物が全米が軽くて幸せです、ね、5キロぐらいの、5キロもないかな、ね、スクワットしながらバーベルを、ね、5キロ持ちながら歩いてるような感じです。これがね、最終的に最盛期には40キロぐらい背負って歩かなきゃいけなくなるんで、ね、少しずつ、ね、今日はずっと最初から言ってる少しずつ少しずつ体を慣らしていきたいと思います。無事に帰ってきました。いや、下りもヘトヘトです、ね、取ってきたゼンマイをゆうこさんに託したいと思います、ね、ゼンマイ折り初日皆さんお付き合いありがとうございました。